い、こんばんは、こんにちは。モンスターハンターポータブルサード HD エディション Day29 続きね、やっていきたいと思います。前回ね、凍土に舞う白き風倒してきました。そんでもって今回はね、お金が足りなかったんでちょっと金策してきていきますよ。強化します。じゃあこれじゃない、これじゃない、アイシクルスパイクを回避したいと思いまーすね。よっしゃ、イエー。そして強化も、おお、なにこれ、カブレライトを入手すれば投手の剣にできますね。だけどもっといろいろ上位ですね、上位の武器ですね。お、白がつくね。まあ、今回はこんな感じですね。はいはい、強化しました。これでね、行きたいとこがあるんです。とりあえずね、罠取りに帰って、しまうもんないよな。ないね。オッケーオッケーオッケー。取り出す。オッケー。で、一応ね、アイテム整理して。オッケー、これで行こうか。コッパクロッカー。今回は村の6のこれですね。初討伐になります。アグナコトル行きたいと思います。ほいじゃま、出発進行。いやはや、あんまりどんな、アグナコトルの小型みたいなやつがいますよね。あれの大型版って感じなんでしょうけど、あまり記憶にございません。オッケー、ほいじゃまね、肉肉肉う携帯、うめー。もう一個飲んで、一応ね、千里眼の薬を3に入ったら使おうか。3に入ったら使って、8番6番その辺なのかな。探すのめんどくさいから見ましょう。おっと、7番ですね。そんな感じで4番に行こうか。こっちだよね、こっち行けるよね。で、すぐね、7に入ったらムービー始まると思うんで、今のうちにクーラードリンク飲んで、ペイント玉変更して、オッケー。うわ、上にも、なるほど。はいぞ。オッケー。いやー、ちょっと硬いんだけど、やばいぞ。やっべ、ありやす。やべえぞ。
ついぞ。やばいぞ。ちょっと待って、あり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 、変わったら弾くやっぱり。やべやべやべ、あ、これで色変わって今ならいける。体当たり、やべ、まだ5分も経ってねえよみたいな。きついな、やっぱ強いな。まあもう一個残ったよね。オッケーオッケー、よし行くぞ。一応この間にリスト調合で、レッツムーブ。オッケー、いやーきついな、一発一発。あと、あ、火山でダメージ食らっていっちゃうから回復が結構ね使っちゃうね。移動してんのかな。まあ、まあいいや、一応4番7番経由で行こう。よしよしよし、まだ7番か。よっしゃ、コッパー黒か、行くぜ。クラクラクラ、カモン。押していくぜ。危ない危ない。オッケー、よく見てよく見て、ここまで強くないはずだから。これがやばいね。下がったらやっぱりあのディアとかそれ系みたいに本体に寄ってった方がいいよね。移動？潜ったね。来ました、移動しました。ちょっとその前に OK、 レッツムーブ。なるべく近くにいた方がいいし、もうおいでこっちだよ。おいおいおい、これも痛そうだね。わお、わお、
があって、助かった。オッケー、やばい、怖え。回転して、オッケー、今の下落ちてきた。遠いな、砥石が遠い。あれ、移動しちゃった。オッケー、よし、次のタイミングでまたペイントボール行こう。こんな時に限ってあと1個しかねえよ。ちょっとケチろ、誤算ですわ。やばい、痛すぎる。やばいっす、やばいっす、下がれ下がれ下がれ。よっしゃー、いい、まだ、よっしゃよっしゃよっしゃ、いけるいけるいける、いけねえよ。危ねえ、危ねえよ。ちょっとこれは肉を食べよう。イエー、もう怖い。激しいです。潜ったぞ。おい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 、ちょっと疲れてるか。カモン、やばいやばい。
連携してるな。よっしゃ、こっちか。 G に合わせて、そろそろクーラー持ってるか。よっしゃ行こう、コンパクロッカー行くよ。なんかちょっと点滅してる気がするな。気のせいか。オッケー、こっからだぜ。ナイス判断。やっちゃえ、これが後ほど響くみたいな。切り合い最大だったけど G の時、 OK、 いける。よっしゃ、 OK、 うれ、切れたね。これでちょっとね、研いで、どこ行ったどこ行った、研いで、応急薬飲んで、よし行くぞ。5番か。一応ね、過去罠引っ掛けてまだ元気でみたいな時があったんで、とりあえず足引きずるまで頑張って追い詰めてみましょう。またなんかザクザク復活してたから
OK 避けれた。ありがとうクロッカー。ここいい感じ、いい感じ、追い詰めてるよ。これはもう捕獲いけそうな気がするね。まあいいや、行こう行こう行こう。ね、点滅してるもんね。画面これでもう行ったね。どこに行くんだ。捕獲準備。ありゃ、センクスジャズマイト。スタンバイ。スタンバイ。よっしゃ、行くぜ。10番で捕獲したら、9番に戻って、あと7番のね、じゃあ8番のここも、お守り掘りでね、出るから、ちゃちゃっと捕獲して、ここ、叩こう、みたいな。よし。いや、案外あっさりね、一子だけでいけましたね。まだ終わってないけどね。ここからが本番。邪魔しないでおくれよ。え？オッケー、お疲れ様でした。ちょっと変な邪魔が入ったけどね、なんとか行きました。戻ります。いやー、いやはや、いやー、こっから結構あるんだよね。麻酔玉投げた瞬間に吹っ飛ばされてみたいなね。店来た、店来た。ブーダマもいいんだけど、一番欲しいのは錆びたシリーズがね、欲しいんだよね。オッケー、グレン、これもありがたいね。イエイ、ドラッグライト。よし、間に合うか、間に合うか。8番のあそこ、ここもうすぐ到着。これあー落ちた。よし、まあでもなんとか捕獲できました。でも一発一発がね、本当に即死級なんで、恐ろしい敵でしたね。アイテムボックスに送る。おお、これすごいね。これ結構いいんじゃない。え、今激凛、激凛じゃないか。いい感じ、いい感じ。お、ヒレ、ヒレ、かわいい。イエー一丁前に撮ってるじゃん。クロッカーやるな。イエー、イエー。
セーブセーブセーブ。いやー、なんとかね、三死することなく、三落することなく帰ってくることができまして、一応ね、確認しよう。武器、新しい武器ができた、できるかもしれない。あれ、ええ、なになになに、どんなモンスターも飛ばしてくれたって。お、ピッケルグレート、おーいえ、まあ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 、まあ今はいいとして、え、村長さんもなんかマークついてるの気になるんだけど、やっぱ二刀、ちょっと待って、武器生産からだけん、特に増えてるのはないね。強化強化、特にないな。トキシックファング、あったこれ、へえ、ちょっと待って、ここはないとして、村長さんが、親父は、親父ないよな。村長さん、話聞いてみましょう。はい、あらあら、ハンター様、とあるクエストの案内が来ていますのよ。ジエンモーラン、うわー、これね、苦手なやつっていうかね、やり方を覚えてやらないといけないってやつだよね。古流、え、ということはもう緊急、あ、もう緊急だ。あ、なるほどね。じゃあもうこれでキークエスト全部終わったってことか。で、まだこのこれ系残ってるけど、次回パートではジエンモーラン、これいきますね。攻略とか見ずに、もう3年前になんとか倒してるんで、なんとなく回はいけると思うんで、まあ武器はこれからね、陣王がかバンエッジどっちかソウルしていくと思います。はい、今回はアグナコトルなんとかねクリアできて、緊急発生したとこで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。